今やった膝での崩しのテイクダウン。いきます。あ、はい。今度刺した状態になります。まあ首相撲でも結局崩せばこれで帯持たれて、これで崩れればそのまま、まあ投げたり相手の姿勢によってかけたりもできるんですけど、刺し、まあ一緒なんですけど、今度刺しでやっています。なかなかまあ相手をこう釣りたいんだけど、なかなか釣れない場合ありますね。相手の腰が下がってた場合に、こういう時に膝を使います。こういう時にまあ膝を入れると相手の例えば背中こっちにつけてきて、膝をもらわないように防御してきたりしたら起きますよね。これこっちだったとしても、逆だったとしたらこっち側と必ずどっちかに動くっていうことは分かりますよね。はい。なんでこれを崩し、なかなか差しでいきたいんだけど相手が差し硬くていけない場合に、こういうふうに膝を使ったりして相手のバランスを、体重のいった方向をすぐ見計らってで差したりしてテイクダウンします。わかります。なんで差しだけこれは勝てないなっていう時に相手を崩したりして太ももに膝入れたり、こっち背中とか入れて崩してっていううちに姿勢は多分姿勢が取れるんで、姿勢取れたら動かします。これをちょっとやってみましょう。でこれポイントは形として覚えないこと。蹴ったら相手はどっちに動く、相手ここに動いたらこれができる、こっちに動いたらこれができる、こっちを蹴るとこっちに動くっていう風に柔らかく考えていただければ分かりやすいと思います。じゃあこれをちょっとやってみましょう。おっす見て、まあ全く一緒ですね。これはちょっと生地としてやったのが、こう頭固くならないように距離縮まればこの膝は回し膝を使えるんだよっていう意味で、まあこのグラウンドでもやったんですけど、これも全く一緒で、相手の腕取りたいんだけど硬くて取れないなっつっていう時に、で腰を張って回し膝を使うと相手を動きますよね。なんでその動いたところに、今こっちに向かった動いたんで、その動いたところについていって、はい、で今例えばじゃあ今度こっち向いたとして十字取りたいけど、このままだったらまあ取れるんで、こっち向いていったらここで一発入れとくと戻るんで、そこで全部一緒だっていうことです、距離が、はい、痛い。これちょっとやってみましょう。まあ、全く距離が一緒、距離がさらに短い中でどういうふうに骨盤を張って畳むかっていうことだけが分かればいいんで、10時までできなくても、はい、戻して2ってやるように。どうやって回せば、よくあるのが本当に1、2、3、4、5ってこうなってるんで、しっかり回して下ろして2っていう風にやった方が、もう普通のスタートのやつから覚えた方が基本ゲームからただこれこうやって効くんだなっていうのが分かるでしょ。これで